ワッチン。今回僕が訪れたのは岡山県が誇る美作三島の一つ、岡山県真庭市にある湯原温泉。ここには15の源泉があって、1日になんとおよそ6000トンものお湯が湧いてるんだって。川底からもお湯が噴き出していて、まさに湯の原って感じだね。泉質は低調性アルカリ高温泉、慢性皮膚病や婦人病、切り傷などに効くそうだよ。湯原温泉といえば砂湯という露天風呂が有名なんだ。川底の砂を吹き上げながらお湯が湧き出ていることから砂湯と呼ばれてるんだ。露天風呂番付の西の横綱にも選ばれているんだよ。周囲を岩で囲んだ美人の湯、小宝の湯、長寿の湯の3つのお風呂が楽しめるんだ。クリスマスやバレンタインの時期にはキャンドルファンタジー in 湯原温泉郷、湯原温泉がロマンチックなろうそくの光でいっぱいになるんだ。綺麗だね。魅力いっぱいの湯原温泉、さすが露天風呂の横綱だけあるよね。もう一つ湯原温泉の名物といえばこちら、温泉指南役とロンドンタクシーです。温泉指南役は湯原温泉に関する正しい知識や名物砂湯の入浴法などを教えてくれるんだ。頼もしい。ロンドンタクシーは燃料の元になるのがなんと使用済みの天ぷら油、その名も天丼号。使用済みの天ぷら油を生成したエコディーゼル燃料 EDF を燃料にした車で観光ガイドとして活躍してるんだ。温泉指南役さん、天丼号、楽しい温泉ガイドをありがとう。町の中心部にもおすすめスポットがあるんだ。あー寒い。あれ、あんなところに湯気が。温泉地にはよく足湯ってあるけど、湯原温泉にはそれに加えて手湯っていうのがあるんだ。手も足もポッカポカで気持ちいい。はぁ、癒された。皆さんも歴史ある湯原温泉